後のスポーツ選手になることを夢見てバスケットボールするのはやめてほしい。世界で大活躍したバスケットボール選手のバークレーがバスケットボールを引退するときに子供たちに伝えたメッセージです。バスケットボール選手になりたいって、バークレーみたいに上手くなりたいって、そんな子供たちに伝えたんだろ。なんでやろ、なんでそんなことを言ったんやろ。やっほー、ライフスキルコーチのミスターおかっちです。今日のライフスキルは新しいことに挑戦する。そうよそうよ、さっきのバークレーの話よ。なんかおかしない？おかちめっちゃおかしいなと思ったし驚いて。だってね、普通はプロのスポーツ選手は子供たちに夢を持てとか目標を持って一生懸命頑張るんだって言うやん、普通言うやん。でもバークレーは夢を見るのはやめろって言うて、スポーツ選手になりたいってそんなこと思うのはやめろって言うたんよ。なんでやろ、何が言いたかったんやろ。バークレー、バークレーが言いたかったことはこういうことや。もうたった一つのことだけをやるんじゃなくて、もう同じ場所で同じことだけやるんじゃなくて、もう何かここの場所、体育館を飛び出して、教室を飛び出して、学校を飛び越えて、いろんな場所行っていろんなことやって成長してほしい、そういうことを彼は言いたかって。10年1万時間、これは何の数字やと思う？こういうことよ。プロの選手になるために必要な練習時間です。最低やで、最低これだけ必要っていうのが10年1万時間。でも10年1万時間やったからといってプロになれるかどうかも分からへんねん。そんだけ頑張ってもなれない人もいるんよ。10年1万時間ってどういうことか分かる？1日3時間で毎日練習したとしても努力したとしても10年かかんねん。わかる？みんな考えてみて、その10年間もうずっとその一つのことをやってたらもうどうなる？他のことできへんやん。学校の勉強もできへんし、宿題もちゃんとできへんかもしれへん。友達と遊ばれへんよ。ドッジボールとか鬼ごっことか軽道とかできへんかもしれへん。スマブラとかもマリオカートとかも、もうそれだけじゃないやん。学校、まあ小学校、中学校、高校行ったらね、バイトとかやんねん、アルバイト。そのアルバイトもできへんかもしれへん。もうずっと練習やからね、毎日。そしてね、どう？他の友達に遊ぼうって誘われても遊ばれへんやん。家族との時間とかも あんまないかもしれへん。いろんなとこ旅行行くとかそんなことできへんかもしれへんねん。わかる？一つのことずっとやってたらいろんなこと我慢しなあかんかもしれへんねん。それを言いたかってん、バークレーは。俺はずっと今までバスケしかやってこなかった。そんな俺が今日ここで引退する。バスケしかできへん俺がこの後どうやって生きていったらいいねん。はい、突然ですがここでみんなに質問です。大好きなことを一つだけ一生懸命やった方がいいと思いますか？それともいろんなことに挑戦していろんなことをやった方がいいと思いますか？どっちですか？どっちどっちどっちですか？一つのことだけやってたらそれめっちゃ上達するやん。もう考えてみてや、月曜日から土曜日まで毎日バスケットボール練習してたらドリブルも上手くなる、パスも上手くなる、シュートも上手くなるよね。まあ、それだけじゃないよ、それだけじゃないよ。楽しいことを一緒にチームメイトと一緒に楽しいことやるやん。それとかね、苦しいことを一緒に乗り越えていくやん。そうなればね、めっちゃ仲良くなるやん。友達できるし親友できるやん、そのチームの中ではな。ただね、もう一つのことばっかりやってるともうそこで学んだ力とかスキルとかを他の場所で使うことがないから、あれ、自分ってここの場所以外でも活
のかなとか通用できるのかなってね不安になったりするの。もう考えてみてよ、バスケットボールのシュートは上手くなりました。でもそのシュートって大人になってそのシュートって使うことあると思う？お父さん仕事でシュート使ってる？お母さん、料理作りながら、ドリブルとか使ってる？みんな授業中算数の時間とかよ、ね、パスの力とか使ってる？あんま使わへんやろ？そうやね。シュートの力とかドリブルの力とかパスの力ってもうそれだけだったら他のところにはね使わへんしね、あんまり意味ないねん。でもやね、考えて大事やねん。これはシュートが上手くなるためにはどうやったらいいんだろうとか、パス、相手に取りやすいパスをするにはどうしたらいいんだろうって自分で作戦を練って自分で考えて目標を作って行動していく、それはどこでも使えねん。目標を作る力とかみんなとコミュニケーションする力とか壁を乗り越えていく力、これはねどこの世界でも使えねん。でも一つのことだけやってたら使う場所がないからその力も身につかへんねん。この体育館の中でしか通用せえへんねん。だからね、もう一つのことだけやってたらもうそれ以外の世界に行くのが怖くなんねん。スポーツしかやってなくて勉強とかやってなかったらもうそっちの行く方にやるのが怖くなんねん。俺スポーツしかやってないから脳みそも筋肉やし他のところは自信ないわって、じゃ自信がなくなったらますます他のことせんようになるやんか。じゃあそのスポーツとかその一つのことをそれをやめた後引退した後どうなるんよ。バークレーも言ってたやん、もしかしたら何も残らないかもしれない。じゃあ一つのことではなくていろんなことに挑戦するとどうなるよ。もうバスケだけじゃない、ダンスだけじゃない、もう塾も行ったり友達と遊んだりでアルバイトやったりいろんなことを経験する。そうすると一つのことだけしかやってないその時と比べていろんな人と会うよね。いろんな人と会って、あ、そんな考え方あったんやとか、そのいろんな人、あ、そんな生き方あったんやとか、いろんな人とお話しする力とかいろんな能力力が身につくよね。もうバスケだけのことでもそうや。バスケの練習の中でシュートだけしかやらない、それやったらパスが上手い人と同じチームじゃなかったら絶対シュート打たれへんやんか。俺シュート上手いと思っててもパスが上手い人がいなかったらパス回ってこうへんからシュート打たれへんやんか。ドリブルで相手を抜けないからシュートまでいかれへんやんか。でもパスもドリブルもシュートも全部練習してたら自分で相手を抜いて自分でシュートを打つ、そういうことができるかもしれない。でもいろんなことを挑戦した時のダメなこととしてはやっぱり一つのことをやってる時と比べて上手くなるのは減るよね。上手くなるのは減る、だから上達するのは遅くなるかもしれない、そういうことよ。またなんていうかね、責任が持たれへんねん。先輩とかにななんか下級生を教えるリーダーやってほしいって頼まれるやん。頼まれる、でもやりたいなと思ってても時間がないわけやん。月曜日は塾行って火曜日は遊ぶ日とかねあるわけやから、なんていうかなかなかできへんねん。責任持つような仕事ができへんねん。そうなるとリーダーシップとか責任感っていう力が身についていかない。はい、こんな感じ。一つのことだけ全力でやる、いろんなことに挑戦する、みんなはどっちがいいって思った？それぞれにいいところと悪いところがあります。これをどちらかだけやる、こっちだけやる、こっちだけやる、それでもいいけれども、このバランスがおかっちは大事なんかなと思ってんねん。みんなはどう思う？一つのことを極めて、よし俺はこれで世界一になるぞ、これもいいよ、これもいいと思うよ、オリンピック選手みたいな、これでもいいよ。でもね、それも大事だけど、もしかしたらいろんなことに挑戦していろんな人と出会っていろんなことを経験していろんな力を身につけるということ、これも大事かなと思うね。あれ、俺サッカー下手くそやと思ってたけど案外できるやん。
あれ俺絵描くの大嫌いやと思ってたけど、描いてみたら結構おもろいや。俺英語喋るの向いてないわ、センスないわと思ってたけど、結構俺センスあるかもしれへんってな感じで、やってみることで自分が苦手やなと思ってたことが案外得意だったり、嫌いやなと思ってたことが案外めっちゃ好きやったり、そんなことがあるかもしれへん。でもな、やってみないと分かんないねん。そっちの世界に行ってみないと、新しいことそれをやってみないと分かんないねん。頭で考えてるだけやったら分からんことがあるねん。だから一つのことやるのも大事。それと同じぐらい、いろんなことに挑戦する、いろんな世界に行って自分の面白いなと思うことをたくさん見つけてほしい。それがオカッチのメッセージです。はい、以上です。今日のテーマは新しいことに挑戦する。みんな小学生やろ、まあ、中学生を見てるかもしれへん。ぜひみんなにをやってほしいんです。 T をやってほしいんです。いろんなことに挑戦する、いろんな人と出会う、あれもこれもおもろいなと思った瞬間に動いてみるということ。その中でピコン面白いことがあったら、それをどんどん深めていく。ピコン面白いことがあったら、やってみる、やってみる、やってみる、深めていく。そんな感じで T、 あ、こうかな、 T を TT みたいな感じでたくさん作っていってほしいなって思ってます。そんな感じでみんなみんな学校生活をエンジョイしていきましょう。また会いますよ。 See you!